はい、天の地チャンネルの天の地です。今日はですね、初めての放送ということで、うちにありますあの JSS にあります日本で3代目の 3D プリンター、これをご紹介したいと思います。これ大体購入金額は7000万円ぐらいということで、日本に3代目と言いましたけども、多分総合台数でも、あれなるちゃん、はい、総合台数でも5台とかそんなもん、日本だったら多分5、6、7ぐらいの片手ぐらいです、はいはい、というものすごい希少なプリンターです。で、ここがプリンターの本体で、こちらがですね、プリンターで、作ったものの、まあ、材料ですね。それをもう一回ここで、まあ、再生するようなフィールドユニット、この2大構成になっています。じゃあ、実際どんなものができるのかということで、簡単に作った製品を紹介したいんですけど、まず今やっぱりコロナの中でですね、これマスク、ね、これ男性用女性用、中にガーゼをつけて使います。で、あとはですね、これフェイスシールド、ね、こういうフェイスシールド、こんなのも作れます。ここもこういう風に稼働してね、はい、こんなものもプリンターでできちゃいます。で、あともうちょっと簡単な造形ではあるんですけど、これなんかは取っ手ですね、取っ手を触らずに肘で当てる、ね、あとはこう引っ掛けてやるとか、あとは角型のやつでこうやってね、これも肘で当てる、こういうものを作ってみました。で、こういったものでもし要望があればですね、限定100個まででしたら、皆さん欲しいよっていう人はですね、天の地チャンネル応募いただけたら、これ皆さんにまずプレゼントしたいと思います。そしてこれだけ複雑な、ね、こんな日本に数台しかない 3D プリンターありますので、これでこれからバンバン遊んでいきたいと思ってます。どうやって遊ぶのかっていうと、まず例えばミニ四駆のパーツ作るとかですね、あとは車の部品、バイクの部品、まあワンオフでですね、普通だと結構作るの難しいような部品も、この 3D プリンターでしたらこんなのできちゃうんだぜっていうのを皆さんにお見せしていきたいと思います。で、これまたぜひですね、こちら出ると思いますけれども、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ第1回ということで、皆さんにこれ欲しい方応募